この作品はフィクションではありません。おお、第一章、光と影。なんこれ和風やな。ここで会ったが100年目。おかまだ。あれか、歌舞伎。顔を忘れたとは言わせないよ。目型。駿河の国でお前さんに切られた呉服や伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。そうなん。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス。女の人なんかな。かねて備えた懐刀の幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。なんか時代劇してるなこれは。アフン。女ごと差別ですよそれ。俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は、何を隠そうこの俺よ。辻斬り銀次。え、バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。どういうこと。語ってたんかあいつが。見ててくれたかい、お父さん。あいうちや。ああ、吉太郎日本一。めっちゃ見るやん。あれ生きてる。ああ、やんや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 。もうめ、金やん。ナイスパー、ナイスパー。これ時代はいつなんや。はあ、バブルの時代。え、全然無職じゃねえやん。無職の成り上がりって聞いてたのに。わあ、なんで男が女の役やんの。ちなみにマスミ、何、えっしゅ、すいません。紙吹雪は切り終わったのかい。いじめられてるやん。いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。なんて偉そうな女だ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい。いびりだわ。え、この人も男。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。あ、私のよそれ。意気がるんじゃないよガキのくせに。なんて胸くその悪いババアや。なんだいその目つき。それが母親に対する態度。母ちゃんな。キチガイに刃物。今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないかヨコ。あ、これは。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が工業を取ってきてると思ってんだい。力を持った音略女か。これがトラちゃん。今夜元町行かない。いいのかい。え、お前よく男の前でそんな姿が見せられるな。我慢もんか。引くよ普通。え、しかも、え、これ何、陽子って言ってたってことはあれじゃないの。これ旦那じゃないの。
大丈夫か、マスミ。あ、ひどい。紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父ちゃん。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ。うん。はあ、えらいもん見てもうた。なんやあのババア。しかもまだ若造やな。ほんと子供やったんや。そうだマスミ、横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか。転勤族ってやつか。友達なんていないよ。もう俺もいつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ、うん、何これチキンやないの。よし今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様北京ダックだ。天日に干したアゴを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリでそりゃ絶品らしい。でも絶対に高いよ、うん、中華料理の王様なんて。金も持ってかれたしな。いいんだよ、今日は特別な日だろ。あら、おいしそう。父ちゃん食ってなくないか。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか、うん、こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくる。え、戻してくるってこと。あ、来ちゃった。戻らな。え、何このムービー。あ、ちょっと待って、トイレ中だよ。ちょっと待って。え、なんか父ちゃん撃たれやんだ今。え、なんで。父さん。え、ちょっとグロ注意。父さん。あー、トラウマだこんなの。やめて。え、ミキプルーンじゃないのこれ。中井貴一。え、え、ん、え、20世紀最後の日か。渋なったね。荒川真澄、東条会系の組長。荒川組組長。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。この人見たことあるよ。騒ぎ上。大晦日なのにか。堤真一や。名古屋に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。なんでヤクザになったんや。成り上がっとる。はあ、え、で俺はいつ出てくんの。あ、え、待ってくれ。
あれ？これ桐生ちゃん？捕まってたまるか。違うな。ソープ生まれのチンカスなんかにな。何？ソープ生まれのチンカスって言われて今俺。え、これが俺？チンピラを追いかける、目標を追いかけることに専念するチェイス、まあ知ってるよな。止まれって。あ、俺動いてるわ。いい加減にしろ。えい、左、あ、痛い。なダッシュボタンとかある？X。 よし、ちゃんとコントローラーの設定も直してあるからな。右だよな。いた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 、なんか投げ。右だ、右か左や。右から声がする。あ、いた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 。あ、よかったよかった、俺間違えたんかと思った。まあこんなもんだぜ。こいつはなんだ。俺声だけ。あ、何これ、裏ビデオへ。パイセンさん、ヤクザの許可なしでこんなもん騒いでただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物がアニマルビデオへ。ビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。そういうこと。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。一番。それにこれポッチ、お前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよ。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたら、せっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金。お前ら AV 買うのも大変な時代やったんやぞ。今スマホで見やがって。俺もヤクザから AV 買ってたわ。いてっ！嘘です。すげえ大戦。ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。極道に手出していいと思ってんのか。てめえだろうが、三下のくせに。めっちゃメリケンサックつけてやがる。牛よ、ひろたか。追い打つは通常の攻撃量も多くのダメージが与えられるので、チャンスがあれば狙っていきましょう。え、こういうこと？え、なんか動かんねやけど、キャラクター。つまり、え、 RPG ってことこれ。牛を倒した。え、このシステムで大丈夫？よっしゃ、やった。レベルとランクが上がった。 HP が13上がった。ポケモンやん。だからポケ、なんか確かに竜が如くセブン出た時ポケモンポケモンとか言われてたんよ。そういうこと？ HP が13上がった。 MP ってなんだ。攻撃力が6上がった。守備力が5。攻撃魔力。え、魔法はあんの？渾身パンチを取得した。カスが一番、それが俺の中一番の兄貴。大丈夫すか？こいつは安村光雄。おお、光、これ見てみろ。おお、うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ昔から悪い知恵だけはたげてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。優しい。せっかく取った金を。そうだよ、いいやつやん。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。ちゃんと返せよ。わあ。わかりました。え、なんでこんないい人なんだ。の、そうだ、ミツ。ここ、どうなってる？あ、いた。メリケンサックで不意打ち食らっちまってな。あー、単行部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ、紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形にできたのよ。変なとここだわるタイプか。
ないっすか。あれあこっちの方も整えて別に触んすいません。すいませんいいやつそうだな主人公。顔面にも何発か食らっちまった。カッコつかねえぜ。いつものことじゃないですか。のだめに見えるが兄貴ド M ですから。ド M？ 俺が？俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら反省やからか。つうか、ああそのことかい。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ、うん、なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。はあ、RPG のなやな。勇者？おう、俺はよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ。ドラクエの世界が。ドラクエって言うてますけど。兄貴どんだけ好きなんすか。悪いかよ。いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ。勇者って俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ。やられたら終わりだ、先にやれって、うん、今の話聞いたらまたどやされますよ。その切り取り程度のしのぎで殺しなんかしまったらそれこそ終わりだろう。沢城のメンバーなんか、俺は荒川のおやっさんがいて頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな。すげえな、主人公って感じやな。そこには戻りたくねえからな。あの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話ですか。ドラケンみたいな感じか。そのおかげで今の俺があるんだけどな。ガスが一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつですか。なんか俺もやりたくなってきたな、うん、ドラクエ。おお、やれやれ。ただし騙された今からドラクエしやれを返してきた後でね。あそうでしたね。なんかドラクエやりたくなってきたな。あ、ちなみに皆さん音量バランスどうですか。じゃあ俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし、オッケー。もうちょい入れる。いやー、でもムービーが投げんだ。誰この人。元気かい。おかげさまでな。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。一に店に来てほしいってよ。本当やな、みすぼらしいホームレスやな。これは俺に何の用だ。それは知らんがね。道夫ママ、とにかく伝えたぜ。はい。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。めっちゃ独り言言うやんこいつ。口もちゃんと動いてた。これか、スナック道夫。よぉ、イチ、来るのを待ってたよ。ちょいと一杯付き合えよ。スナックって大晦日なんだしさ。なんなん、何に用事って飲み相手のことか、うん、そんなことかよ。シワスに暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくてね。何言ってんだ。俺は今しのぎの最中だ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアルチュー。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。純麦飲んでるよ。だけどこの通りピッピンして。あら、道を手を貸そう、優しくしよう。おい、まったくよ。今の選択肢は、え、ここ恋愛に発展しちゃうよね。なんだろう。
い加減にしねえと本当に死んじまう。優しさレベルが上がった。うん、悪かったよ、ありがとう、ね、惚れてない、この人。何これ。春日の言動によって人間力が増えることがあります。人間力とは春日の性格を表すパラメーターで、これを伸ばしていくことで利用できる施設や話せる人が増えるなど、さまざまなメリットを得ることができます。難しい。今は優しくて陽気、情熱、おしゃれと知性がないな。メンタルもそんなにや。人間力はこの6つ手を、情熱、メンタル、陽気さ、優しさ、知性、おしゃれ。なんでこの6つなんや。おい、イチ。ホームレス。竹雄のおっちゃんよ。日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この20年、シラクのママなんて見たことねえよ。酔わなきゃやってられやんやな。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、ソープだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。客と女。分かった。ソープって自由恋愛なの。客ってなんだ。あるあるやと思うけどさ、ソープとかの話しとったらさ、なんか道行く人が全部ソープ状に見えてしまう。こいつもそうなんじゃないかって。俺だけかな。ここだ。ソープランド桃源郷。デカデカと書いてあんな。おう、イチ、いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。なんだ。どうした。どうした。店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのスッポン。なんでそんなことに使われてんの俺。トイレのスッポン。うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか。あ、買いに行け。女もふざけんな。ヤクザは便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けた。俺が育ったのはここってこと。また官房の時の話を持ち出すんじゃねえ。桃源郷生まれ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時たまたま腹壊してただけだ。トイレのスッポン、タバコ屋のばあさんなら持ってるかもしれん。優しい。行くんだちゃんと。え、待って待って、じゃあソープで育つって どういうことわかんない俺。え、何、ソープで育つ人とかっているの。それ良くない、良くない。え、環境が。さっさと払えよ。なんですか税金って。大晦日税だよ。タバコでも酒でもハッピーなものには税金がかかるだろ。お前も浮かれた年越しをしてえなら俺らに金払いな。何で払ったのに。お前ら。いいからさっさと財布出せよ。おれ。たくしょうもねえカツアゲしやがって。誰だてみ。通りすがりのもんだよ。お前ら今日くらいおとなしく過ごせねえのか。あ、邪魔するってならおただじゃおかねえぞ。だけどカムロ町の面を汚されちゃこっちもおとなしく引き下がれなくてな。戦闘だ。ただじゃ邪魔さねえ。やってやるぜ。くっそ、次にやったらぶっ殺してやるからな。ありがとうございます。あ、いえいえ、なんか礼儀正しい声でありがとうございます。いいってことや。実を言うと年末年始のカムロ町ってのはひときわ物騒でな。みんな金持ってるし酔っ払いも多いだろ。そういう連中を狙う輩が多いんだ、はい、あんたも気をつけな。お前ら。さてと、タバコ屋のばあさんにトイレのスッポン借りに行くか。でこれ見たらわかるけどさ、 Y ボタンが上にさ、あのコマンド選択で書いてあるやんか。せやねん、そこの配置がずれてんねん。ただ押してるボタンはそのまんまなんで、文字通り見ればよいと。これスチーム版です。トイレのスッポン。なあ、ばあさんとこにあんだろ。桃源郷に持って行ってやってくんねえか。
そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいこんなタバコ屋ってさ、悪いやつがすごい盗んできたよな。当然ってもんだろ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツで。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯交わしなんか一人もねえよ。従順なこった。そういや一、ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守がかりになったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。若ってさっきのやつ。時代的じゃあるまいし。ん？それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい？荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバー、それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です兄貴。でも慕われてる俺は。ああ、三つ、高校生に金返してきたか。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。偉いやん、ダメそうやったのに。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。切り取り。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。第三公園、先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。分かった。よし、第三公園に向かおう。で、切り取りっていうのは何？借金を返さないやつからお金をもらうってこと？取り立てってことか、切り取り。知らなかった。あ、ごめんなさい。兄貴、一緒に行けばよかったね、こんな使いなら。はい、あれ見てください。ずいぶん体格のいい男やな、得体。あいつが平塚って男です。あいつか、知ってんすか兄貴。まあいい、行くぞ。ああ、平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。ちゃんと働いてんぞ。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おい、なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。なんとも言えん表情や。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけれ、無口な男や。財布置いて。ん、でけえ。舐めんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。恥ずかしい名前やな。こいつと一緒にいるってことは。ヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そう、自衛隊の夢ってなんだよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。
どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろう。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ、うん、ソープの一番ごときが舐めた口聞きやがって。そんなにこれが欲しければ力づくで奪ってみやがれ。よっしゃタッグマッチで行こうぜ兄貴。派生に無勢だ。何手出すんじゃねえ。俺 MP 残ってるか。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。ぶっ殺してやんよ。ぶっ殺してやんよ。俺のバンダラハンマー持ってますやん。やっぱりあんた強いな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ。お願いだ。なんだ。どれどれ。結構入ってんじゃねえかよ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。何やってんすか兄貴。え、何って。なんか余計なもん入ってたからよ。え、金じゃん。余計なもんってこれ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくれ。あ、バカなんや。え、はい。よし、行くぞ。ちょっと兄貴。なんか、え、何、金の事情がありそうやったからってこと。ダメだろ。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。何、いつか必ず返す。拳を交えて分かんのか。言い切れるんすか。喧嘩で武器を持ち出すようなやつが。大晦日にまで特艦工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえ。なるほど。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく。そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。観察眼やねえか。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないですよ、うん、昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。どんどんそれが何すか。あの店が平塚の実家。そうなの。おふくろさんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前におふくろさん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってな。じゃあ平塚が借りた金ってのは。おふくろさんの入院費と手術費だ。あら、えやつやないのあいつ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。な、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。一休さんみたいな。財布ならほれね。そんな意味で言ったわけないでしょ。ん、頭からだ。やばい。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、オールは2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ日回りしてんのか。はい、ちょうど今日のおしのぎが全て終わりまして今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。あ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、バカがお待ち。何やらせてもおせえなって。そうなんです。はい、すみません。分かってると思うが変な場所に出入りするんじゃねえぞ。え、
わかりもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から柏木に渡せるわけないっすよ。じゃあ行ってきます。それ終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。一人で行けないのか、ミツ。若のマンションです。悪くないでしょ、言うて。いねえな。おい、姉ちゃん。姉ちゃん。いや、荒川雅人さんは。本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。若。組長の息子だっけ。すいませんでした若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。はい。荒川マサト。すいません。すいません。俺と同い年だったな。よいしょよいしょ。今日が何の日か忘れてたのか。今日って何の日。まさか夢野さんの誕生日ですよね。夢野さん手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて。大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。親父は組長で。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。夢野さんって誰だろう。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。何やら複雑やな。なんかちょっといかがわしい感じ今これ。キューティービーンズやし。あ、大丈夫？わか。大丈夫だ。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。どこどこどこ？バーか。バー埋葬。はい。何これ。薬的な。えっ。なんすかそれ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。夢のか。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いやでもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が降りてねえってだけの話だ。
高校に打て。自分で打ってよ。俺がやんの。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。すいません。初めから自分でやるよこいつ。いやー痛い。液体全部入った、それ本当に。は？若。車椅子も行くぞ。すごっ。わか、えらい、ちゃんとカバン持ってった。いらっしゃいませ。まさかキャバクラの女とかじゃないやろなお前。俺の女って、そういう、キャバ嬢の誕生日なんてお前適当な日にちゃうぞ。おお、こいつか。こんばんは、まさちゃん。違う、こいつか。体良くなったの？びっくりしちゃったよ。違う、なんてスケベな格好してんねや。おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼び。まさか来ねえとか言わねえやろな。すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。そんな競争率の。ちょっと。若、ちょっと待ってよ。若、そこ話つけてきます。大丈夫っす。紳士的にやりますから。若の心情が、嘘。嘘やろ。若、女見る目ねえな。あんな興奮剤まで塗って言うの。ごめんごめん、笑っちゃダメだ。それでキャバ嬢ってお前。あ、すいません。あ、呼んできて、夢野さんを。夢野さんは、はい、いるなら連れてこいよ。あれかなんか土のでかい姉ちゃん歩いてきたぞ。いない、また別の席に呼ばれたようですね。おい、ん？マサトさん治ったんですか？ちょっといろいろあってな。これで春日さんも奴隷から解放されます。いや、奴隷なんかじゃねえよ、仕事だ。またマサトさんは肩着なんか。はあ、そんなことより夢野さん、用意しとけ俺のために。おい、でもボトル入れたのは春日さんじゃなくてマサトさんですよね。そんな不当客を逃すんじゃねえよ。っていうかキャバ嬢に入れ込むのとかやめよう。哀れやから。俺もだって一気にあのイケボのさ若がさ、あのただの V 豚に見えてきた。あかんやろ。ん、夢野さんは、いやこいつじゃねえ、夢野って感じの顔じゃねえ、この子は夢子ちゃんだった。惜しい。お前紛らわしいんだよ、解明しとけ。お前か、こいつじゃねえか。雰囲気がある。ごめんね、こんなに。ボイスもある。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。スケベなおじさんの顔だ。なんだ君は。あ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。そうっすよ、若の今回はひとまずこっちが先ってことで、
悪いね。それ許されやんやろ。あ、こいつやばいやつなんじゃねえか。あ、なんかこいつがやばいやつか。お前こそどういうロジックで話してるんだ。あ、なんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せてんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すいません。すいません。お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。え、そうなの。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつは。僕が一体いくら赤スパしたと思ってるんですか。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。顔怖えもんこいつ。ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。金だ。トート銀行。いらんてよ。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけない。立場上。何が立場上だ。偉そうにてめえ。すいませんでした。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺だ。堀之内十郎さん。警察。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れて。なんか厳格な親父って感じやけど、ただのキャバクラ来るスケベ親父ですからね。うん、夢のさん、おめでとうございます。おめでとう。こんな高いお酒飲めて、夢のさん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら、うん、ごめんなさい。マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。わか、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。ライバルか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。本当にちゃんと彼氏なんや。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。うん、悪い気はせんな。おい、イチ、お前のから見せろよ。え、何、はい、見せる。でも、俺こういうの慣れてねえっていうか、その早くしろ。はい。すいません、気持ちだけですけど。うん、開けて開けて、ハンケチ。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。いいじゃん、ハンカチのプレゼント。しかも分からん女出てなくて、
わから彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。 それはマジですから。なんだなんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。いいじゃないの。こらもう一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どこか真顔で笑うな。こいつはいや。あーマサトさんうまいこと言う。まあそんなこったろうと思ったよ。ほら俺を引き立て役に。どうする同じのやったら。はっ何これ、ロレックスや。すっごい。何このランクさ。え、それ高いの。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いいくらすんの。マンション1個くらいだ。は？と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。いくら？あ、ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら、うん、いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。だって夢野さんフロントまでお願いします。この夢野さんどうせあれやろ、本命の彼氏おんやろ。おい今そういう場面じゃねえ。うん、一また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。え、てかそんなんあげれんやったらもう金でその女買って仕事辞めさせろよ。え、俺がけそれって思うの。あれ俺やだな。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな。すぐな。ゆっくり行ってこい。優しい若は。優しい。まあ。じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。わかった。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。絶対金目当てやんこんな女。ろくでもねえわ。飲みすぎだ。ショックやった。あれお母さん持ってるって。今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああマサトさんのことね。あれはえ、これ男女でトイレ入ってる。ヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。え、冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになるとこいつの女なの。即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に。しかしああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。耐えられやんこんな。そんな人間と堀之内さんは大違い。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。わかった。え、ちょ夢のちゃん嘘だ。ちなみに俺やったら即刻真実を続けます。若にやばい V 豚の末路見ちゃった。そういえば俺の彼女の VTuber も言ってたわ。あいつらバカみたいな私にお金貢いでさ、でありがとうって、じゃあそのお金でご飯食べに行こうって一緒に行くんよ俺も。
ですね。聞いてた？若。おう。用足しは済んだのか。お前、そのイケボで。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。お墓。だからああいう女に入れ込んじゃダメなんだよ。もうそういうもんやと思うとかんと耐えられへんから。あ、はいはいはい、ちょっと BG、 あの電話の音でかいんよ。若兄貴、あ、若の付き添い終わりましたか。なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。お前まだおったんか。いやなんて情けない男や。店の女とかそういうのやめとけ。本当に絶対ダメダメ、本当に。おしっこは女の子がおしっこしてくれるサービスだよ。いていまみれ。1時間ぽっきり5000円のマッサージか。本当に男ってバカやな。こういうもんに金使うんやんな。頭悪いよな。よし、ちょっと今日は配信早めに終わってと。あ、いたいた、サナちゃんや、懐かしい。し、待ってまして兄貴、早く事務所に戻りましょう。戻る。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました、うん、あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないし。で、そいつからいくら取れたんだ。ドッキ、それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令で財布を取り上げてきました。小銭ぐらい残しとくべきや。あ、利息分も含めて全額入ってます。お、立て替えたんや。珍しく上出来じゃ。やったぜ。なんていうわけねえだろ、ダメなんだ。あれ、この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。なんでつけといたんや。それ、若とどこに行ってた。すいません、なんで外さんだやろ。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。本当です。ケツ拭くかもう出すかやったんや。てめえがせびったんじゃねえのか。違いますよ。しのぎあげれねえからってせがいことしんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。あちゃ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 あ、組に金も納めねえで何がプライドだ。いった。なんだその目は。痛くもかゆくもねえ。痛いよ。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい。は？道具持ってこい。
そこまで足りないっすよ、指くらっても。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。お手本見してよ。まずなら教えてやるよ。嘘でしょ。うまいこと関節に入りゃすっとちる。そんなことは稀だがな。は？は？ちょ、いや、ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。キイチ、お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい、助かる。お、組長が言うてんねんで。行ってくるわ。ずっとドアの前で張ってたんかな、このタイミングで出ようって。助かりました。ありがとうございます。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか、人それぞれ考え方は違っていいのさ、それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー、パーティー、ドラクエみたいな。お前ゲーム好きだったろ。はい。あれで考えてみろ、必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進むやつがいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。ええ話やるか。なるほど。じゃあおやっさんは王様っすね。王様か。うん。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い娘だ。嬉しい。そういや、今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい、言いづらいんですけど、はい、すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。お宅の息子さん。どうだ、豚なんですけど。あいつ元気にしてたか。ええ、そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。 いや、いい人そうだな。さて、じゃあ20世紀を締める飯を食いに行くか。な、一番。ん？ってことは何？2000年最後って感じ？1999年か。2000年か。ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません。俺は女にはからっきしで、しけた声出しやって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ、いち、何舐めた口である。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうが。これは使える。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は、今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。いいじゃないのそれ。まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった、俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のお袋さんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。あかねえ？でもそれじゃ組長のお嬢の方は
適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた、うん、だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまではな。となりゃお嬢か茜がどっちと一緒になるか考えるまでもね、うん、出来婚ってやつですね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはギリギリまで悩むタイプや。おかしくねって時期よ。俺には決めた女がいる。もう生まれますって組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え組長は茜と腹の中の子供。どんだけ組長俺のこと気に入ってんね。命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。さすがに俺も耳を疑ったわよ。組長はマジだった。え、それで死んだん？まさか。あそこの組じゃ殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。出産直後に首の門が病院に差し向けられたからな。ああ。そして町を出ようとあれこの店で喫茶アルプスしてた。喫茶アルプス聞いたことあるぞ。ああ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時俺宛に電話がかかってきた、うん、あ、はい、茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。お、でもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。分かった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、はい、ダメ、奴らが来た。どうしよう。赤根、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。そうやんな。大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。運転何お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。お願い。赤瀬、おい、いたぞ。うわ、見つかった。行け行け行け。おい赤瀬、女はくそ、どこ行った。おい、早く探せ。くっす。大丈夫か。あんまり喧嘩強そうな感じじゃなかったけど。あ、博士、
アカネは通報もんやろこれ。え、安い方や。赤ちゃんびっくりしちゃう、そんな音立ってたら。じゃあ開かないよそれ。やべえ。え、うわあ。おい、ちょ、無茶すんな。びっくりするよ。うわあ、やべえ、クソ、開かねえ。警察に通報する。いって、え、生きてるか、生きてるわな、大丈夫か。ほら、ほら、ここ顔色悪くないか。おい、おい、大丈夫かよ、しっかりしてろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナトコも、いや、一分でも早く俺が抱きしめてれば、後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イジ、マサトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局茜とはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて、殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。おやっさん、ついてこう、この男に。いや、重いっすよ、おやっさん。俺、ぬくぬくの温室育ちやで、こういう話聞いとると心臓痛くなってくるね。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか、うん、中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック、北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼かれた皮の部分。聞いたことある、どっかで。ちょっと前に飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。
中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、絶対見つけてみせますよ。探しますとも、ま、あーついてきてください、おやすさん。こっちっすよ、こっちです、北京ダック、こっちです。すいません、おやすさん、吸い込まれてしまったんです。行きますよ、探します、なんとしても。北京ダック食べるんだ、おやすさんと。おやすさん、ちょっと走っていいっすか。おやすさんも走る。おやすさんが突撃する民衆に。おやすさん、こっちです、こっちにあるみたいっすよ。おやすさん、これ越えれますか。おやすさん。え、こっちか。おやすさん、こっちっす。おやすさん見失ってるな、俺のこと。おやすさん、こっちっす。そう、こっちです。あー、よく来た、よかった。終わってる。マジだよ。おい、誰かいねえのか。終わせろよ、北京ダック。よっしゃよ、一番。ちょ、SE でかい。あとちょっとで新年を迎えよった時間だ。従業員だって家で年越ししてだろう。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ、約束だ。ありがとう、おやすさん。待ってろよ。よかった、でも。あったあった、これあった。俺もこれの2006やったか4持ってた。いい年越ししろよ。あったわ、2000年メガネ。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。はい。極道が歯見せで笑うのは、うん、家族の前か相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす、北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋でも行くか。おっす、大根食おうぜ。よし、あ、ムービーだ。どうした、イチ、クソでも漏れそうなのか。うるせえ、イチ。たまには家の手伝いしてんのか。は、いや、最近は全く。大切にしろよ、はい、自分が生まれ育った場所なんだ。ああ、ソープのことか。こんなとこで生まれ育ったっつのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。うん、桃源郷。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろは出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。あ、俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、うん、どうせ雪吊りの客だろう。おー、誰か一番を見てくれ。ほら、おいで、一番。可愛がられとる。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が
俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズの一人ってわけか。おやさんは違います。おやさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来俺は高校にも行かず、死んじまったんか、当てもなく生きてた。これ俺の若い頃、誰彼構わず喧嘩吹っかける毎日。そんなどうしようもねえ悪いやには天罰ってのが。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。お、俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ荒川組、俺殺したら虚言か。荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。カスが一番ってガキだ。今うちでガラをすぐバレる。返しておすけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。くんのかおやっさん。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな。ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。あ、おやっさん。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。は？文句ねえだろ。借りるぜ。おやっさん。帰るぞ、クソガキ。ありがとう。礼なんていらねえよ。お前のために指落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。
して。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間、俺の人生はこの人に向けて伸びる。さあそうなるわ。まっすぐな道になった。お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったら分かるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も、炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ、親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。100日目のことだった。はあ。いや、あそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやっさん。おう。浮かれやがって、こっちは大変だっつのにな。あ、もうすぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く止まってないで俺らと遊ぼうや。ハゲてるな。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。ああ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーのガレでも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてる。こいつヤクザ怖くないの。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえ、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったらといいが。面白い。やっちまおうぜ。おやさんのために戦うぞ。ただじゃ済まさねえ。やってやるぜ。なんだこのおっさん。バケモンだ。おっさんってまだ35だぞ。姉ちゃん。来ないで。おい、おやさんに俺ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。いや、よくないよ。そのこと忘れんな、イチ。感謝されたい。はい。
さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい、おやさんも良いお年を。ああ、キイチかっけえな。やっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。もしもし。あ、なんだなんだ。4321 A Happy New Year。 年明けたか。もういいじゃねえか。俺が中学1年生の頃やな、2001年といえば。なんか覚えてるわ、21世紀になったみてえな。お兄さん起きて。お兄さん、寝ちゃってた。ねえ、やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証。正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？え、ないのか。ない、財布がない。すられたのか。はあ、言わんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする、盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。てか俺戸籍とかないんやろな。明けましておめでとうございます、おやさん。朝早くにすまねえな、いじ。ええ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました、発毛ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないよ。目立たないよ。はい、わかりました。おやっさんと一緒に大吉引くまでおみくじ引くんだ。何回も何回も並んで。目立たないように。なんか警察が多いぞ。新年早々おまわりが多いな。そういや、物騒な事件があったとか言ってたもんな。おやっさんも目立たないように来いって言ってたし、裏道から行くか。そうするか。ちょ、あんたらスマホなんか持ってた、あれ危ないよ。ちょっと待て。お前どこの組のもんだ。どこって荒川組だけど。てめえよくもやりやがったな。何したんや俺。何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。榊組。その目つきが気に入らねえ。手加減しねえぜ。目つき。よし、行くぞ。くっそ、覚えてやがれ。何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早えとこ事務所に行かねえと。え、俺概要欄読んでないけど、概要欄でこの先のネタバレ書いてあんの。嘘でしょ。コピペしただけなんやけど。え、嘘、それ読まないで。じゃあ、一番です。おやさん、おはようございます。よし、ちゃんといるな。おう、ゆじ、座れ。はい。なんだ、荒れてんのか。いいから座れ。あ、はい。じゃあちょっと座るか。なんすか。お前榊組はわかるな。さっき揉めたとこか。
うちに因縁つけてる組っすよね。ああ、因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西？近江連合ね、うん、近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか？榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。うん、俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シェラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか？2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通した。え、殺したってこと？散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。あの野郎。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺が死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、うん、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東条会追放。こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。え、なんかおやさん困ってる。どうしよう。今ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。え、勤めに行ってもらえねえか。一。え？何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。マジか。10年や20年そこらの無職暮らし喜んでやらせてもらいます。イチ。え、で、え、いやいやいや。え、ちょ、ひどくね？てか、結局電話の音でかくね？おめでとうございます、兄貴。何？おお、ミツ、どうしたい？どうしたじゃないっすよ。今日は正月&兄貴の誕生日じゃないっすか。そういや、そうだったね。俺の誕生日か。ちょっと、何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。え、なんでですか？ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか？まあそんなとこで。新年早々厳しいっすね。誕生日なのに。極道になった以上盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか？それよりミツ、お前今いくつだ？え、わけえな。ってことは10年後は30歳。信次郎みたいなこと言うんじゃねえよ。なんすか。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は、兄貴熱でもあるんすか？
また電話する。いつ俺25歳かじゃ。最後の飯は牛丼にしよう。それがいいんや俺は。嘘やん、俺無所行かなあかんの。あいつに行かせろよ。あいつ立場だけでクソ。どけ。そこのお前。はい。なんか声かけられて今俺。超ひでえよ。なあなあ、一人殺した場合って何年入らなあかん。4日ぐらいで出てこれやん、なんとか。弾いたって銃撃ったってこと？なんでよりにって。ああ、赤牛丸だ。多分初犯じゃねえやろな、こいつのことやで。ああ、うめえ。橋の持ち方がいい。育ちがいいんやろな。4杯食ったわ、並盛りを。これがシャバ最後の飯かもしれねえ。足りなくない？290円しかねえ。よし、牛丼並もう一杯。あ、はい、かしこまりました。ああ、この時代は200いくらないんや、牛丼が。悪いが、お前は先月付けで組を絶縁されたことにするしかない。まあ、そういうことやんな。俺もそれなんでと思ったけど。絶縁ですか。すまない、よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、うん、今回は同じ登場会。それは相手は直径だ。それで無職ないんや。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に出回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。そうなん、お得やん。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。やってもねえ罪で。自分がやっても絶対逃げきんのに。これで思い残すこともねえな。美味しいですよね、牛丼。なあこの店員。行くか。美味しかったわ、ありがとう。ありがとうございました。なんか BGM 盛り上がった。タバコもねえ。買えねえ。禁煙すっか。自首しに来ました。おー、さっきのお兄さん、財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により15年懲役15年に処する。